男女共学は男子と女子が区別なく同じ学校に在学し、同一の教室で同一の教育課程によって学習すること。単に共学とも言う。女性差別撤廃条約の第10条に男女共学に関する規定がある。第10条定約国は教育の分野において女子に対して男子と平等の権利を確保することを目的として、特に 男女の平等を基礎として、次のことを確保することを目的として、女子に対する差別を撤廃するための全ての適当な措置をとる。すべての段階及びあらゆる形態の教育における、男女の役割についての定型化された概念の撤廃を、この目的の達成を助長する、男女共学その他の種類の教育を奨励することにより、また、特に、 教材用図書及び指導計画を改定すること並びに指導方法を調整することにより行うこと。女性差別撤廃条約日本では、明治時代以降、第二次世界大戦降伏の時期まで、修学前教育と初等教育を除いて男女別学が主流であった。これは、1891年に出された学級編成等に関する規則に基づいている。 当初は尋常小学校の1.2学年だけを共学として、3学年以降は男女別学とし、男子と女子とでカリキュラムも教科書も全く別なものとすることが公立、私立の区別なく各学校に義務付けられた。このため、戦前の日本には高等教育の男女とも学校は少なかったが、官立では東北帝国大学、九州帝国大学、 北海道帝国大学、東京音楽学校などが、私立では、日本大学、同志社大学、東洋大学、早稲田大学などが、女子の入学を認めていた。1947年には、教育基本法が公布され、その第5条で、男女は、互いに傾聴し、協力し合わなければならないものであって、教育上男女の教学は、認められなければならない。とされた。 その後、特に公立学校や国立学校においては、教育上の男女の教学が原則となった。教育基本法改定の審議の時には、他の論点に隠れて、あまり議論になることはなかったが、2006年の改正で男女教学に関する規定は削除されている。学校によっては、男子部、女子部というように、男子と女子とでは、教室や校舎などが分けられているところもある。 そのような学校は男女別学、または男女、兵学と称されることがある。サウジアラビアでは2009年9月23日に、同国で初めてとなる、教学校、アブドラ王立科学技術大学が開校した。一方、パレスチナ自治区ガザ地区では2013年3月31日に9歳以上の男女教学を禁止する法律が施行されている。ありがとうございます。